新しい元号は令和であります。この令和には人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められております。すでに80を超え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮するとき、これまでのように全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが難しくなるのではないかと案じています。